野崎チャンネル。じゃん。こんにちは。さあ、お腹もいっぱいです。食べましたね。休憩がね。この後ちょっと眠くなっちゃうんですよね。眠くなる、なんかもうちょっとね、はい、テンション上げていきたいですね。そうですね。はい、勢いで。今日はね、はい、12本撮りなんでね。はい。はい、あと半分です。はい、頑張りましょう。はい、さあ、ということでね、はい、ヤクルト。ヤクルト、ヤクルトなんて言ってましたか。ヤクルトは1位が隅田くんだと。はい。で、まあ、1位に投手いて2位以降は外野手と内野手を取ったらいいねというふうに言ってましたね。うん。うんうんうん、でも梶原くんとか正木くんとか。ちょっと外野がね、うん、欲しいっていうところと。そうですね。あと袴田さんが河村投手。はい。河村、いや、優斗選手。うん、選手、はい。はい。うん。って言ってたんですけど、はい、ヤクルト。隅田くん行ったでしょ、うん、でまあね、抽選外して、はい、で、あの法政の山下ひかる選手、はい、もうここも抽選ね、うん、なって、はい、広島とね、でそこは勝ってっていうところでね、だからまあやっぱり左ピッチャーが欲しかったんだね。そうですね、はい、うん、まあそこでね、1位でこの左ピッチャーをね取れたっていうところで、まあ今先発がね、うん、左が高橋奎二とで、あの石川、はい、まあ、この2人なんで、うん、まあ、石川がね常に1年間ローテーションで回るのはちょっときついんで、まあそこに入ってきて、うん、欲しいっていうところと、まあ、リリーフでもね、うん、面白いかなっていうところでね、非常にチームの欠点を補う上ではドラフト1位良かったんじゃないのかなと、はい、で2位丸山和也選手、外野手明治大学、俊足を生かした守備範囲の広さと強肩が武器、大学では主将を担い4年春にはベストナイン、うん、はい、ということで、はい、ほら外野手、そうですね、取、うん、ってますね、まあ、今ねこの、うん、塩見、サンタナ、青木だけど、まあ、青木らもね、どんどん進んでくるんで、ベテランですし、やっぱ次のね、うん、担うっていうところでいうと、まあいい選択だね。そうですね。で3位、投手、はい、柴田大志投手、日体大から日本通、うん、3年、大学3年時にトミー・ジョン手術を受け、長期リハビリを経て剛腕、うん、好きな言葉は、自分に期待です。へ、もういいですね、うん、いや。期待したいですよね。うんうん、まあ、そういうところ、まあ、ピッチャーね。はい、で、4位、内野手、小森幸太郎選手。はい、俊足コーナーの内野手、この夏に県大会では11打数10安打を記録した。へー、すごい。足を生かした相手の隙をついた総力武器、うん、内野手、うん、だまあここは本山とか、はい、そういったところとまあ競い合ってねっていうところだね。でも2位以降に外野内野っていうことで、まあまあいいね、取ってますね。言った通りやってるやん、はい、やってますね。まあ言った通りやってるやんっていうことね。勝手に俺が言った、勝手に俺が言ってるだけやけど当たってるっていうね。はい、そうですね、はい、5位、はい、竹山日向選手、うん、競泳投手、はい、3年夏の愛知県大会で自己最速151キロをマーク、直球が売りの本格派右腕、スライダーやチェンジアップなど変化球も多彩に操る、うん、で育成で1人、岩田幸弘投手、はい、BC 信濃からね、外野手ね、はい、というところで、うん、言った通りになってんじゃない、こういないところを足していくっていうところだね、はい、まあ、この、まあ、今ね、ヤクルト多分今マジックは9、うん、昨日までの阪神とヤクルトの首位攻防戦も勝ち越して、はい、その前の巨人戦も勝ち越して、うん、っていうところでね、まあ、これも優勝かな。いや、ちょっとそうですね、あの直接対決に勝ち越したところで、うん、ちょっと数字上を見ても、うん、やっぱあのヤクルトが五分でいっちゃうと、はい、阪神がかなりハードル高くなるん で、うん、で今日から巨人阪神戦なのよ、はい、巨人が上がってきたら、うん、だからヤクルトは巨人応援した方がいいよね。そうですね。そしたらもうね、自然に話せるからね、うん、っていうところで、まあこれはちょっともうヤクルトのね優勝は固いっていう ね、勢いがありますね、うん、最下位から優勝、本当、うん、そう、真中さんと一緒で、まあ、その中でね、うん、はい、さらに来年強くするためには、うん、やはり、まあ、打線はね、うん、内野はサード村上、セカンド山田で、あのファーストがオスナ、はい、ここはもうガチガチだと思うんだよね、うん、でキャッチャーは中村がいて、では若い子が、はい、っていうところと、でショートが西浦がいて、うん、で、まあ、元山とか若手で、はい、やりながらで宮本もいるし、うん、で外野が塩見で、まあ、サンタナ青木というところで、はい、まあ、そこの、ね、次が坂口出たり、あとは山崎幸太郎あの出たりとか、まあね、まあ、中山とかいろいろいるんだけど、なかなか出てこないというところで、やっぱ外野手欲しいところの中でね、この明大の丸山っていうのを取れて、うん、だから今のこの1位2位で今のチームの足りないところをしっかり取れてるっていうところでは、はい、良かったね。そうですね、うん、そして結構即戦力が多いですね。そうだね、うん、4、5が高校生ですけど、うんうん、1、2、3で即戦力を取るっていう。そうだね。で去年がちなみに1位が慶応の木澤、はい、で2位山野投手、うん、でね、で、内山本山っていうね選手と並木カテカル、だ去年とよく似てるね。あ、確か似てますね。1位で大学生のピッチャー取って、去年も去年1位2位で大学生のピッチャー取って、うん、
で3位で高校生の、まあ、キャッチャーも内野もできる内山君を取って、はい、で4位で本山、うん、大学生のショート、まあ、今も出てるね、うん、で並木外野、カテカル高卒のピッチャー、あ、似てますね、確かになんか似てるな、うん、バランス的には一緒やな、うん、大体、はい、ということはということは去年のドラフトが失敗したっていう、うん、でもまだね、あの並木選手とか本山選手とか、まあ、出たりしてるじゃないですか、うん、そう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 、でもね、木澤とか山野とかね、まだ爆発力があった、まあ、1、2、そうか、そうですね、だからまあね、うん、まあ、こう見るとね、うん、メッセージとはしてよ、これ俺が勝手に言ってるだけよ、うん、そう、はい、まあ、去年のドラフトは失敗しちゃったなっていう、うん、その分かんないよ、ここから3年後、5年後分かんないけど、即戦力で変えたいっていう気持ちがあった中、うん、そこ即戦力として変えれなかったから、うん、ちょっとこれ時間かかるぞと、うん、だからまあやっぱり即戦力いるから、うん、今年もそういう感じでいこうっていうね、うん、そところで、ね、すぐに埋められる選手をっていうふうに、そう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 、ね、だからこれね、うん、去年と今年とか見ていくとね、うん、面白いのよ、読み取れますね、うん、だからうまくいかなかったんだね、うん、去年のドラフトが、ね、なんか今日やけにはっきり言いますね、なんか昨日ぐらいからご飯食べてきたんでね、あ、はい、パワーアップしてるんで、ちょっと口の方もパワーアップするわけですね、そうそうそう、ダメよ、でも事実だから俺はこれ推測、はい、ドラフト評論家として、うん、これ去年と今年を見比べた上で、はい、あれ一緒の感じということはっていうね、うん、さっきあの私素人、自分も素人だよって言って、ドラフトに関しては素人だよって言ってましたよ、今ドラフト評論家って言ってましたよ、そうそう、だからこのプロの方のドラフトを見るのは専門なの、アマチュアの選手たちを見るのは専門じゃない、俺プロのチームの足りないところとか、この傾向を読み解くのはプロなわけ、はい、そうですね、うん、そうか、そういうところの評論家ですね、そうそう、うん、アナリストだからね、はい、そうそういうポジションあったらね、なんかいろんなとこ行けそうですね、うん、だからまあね、業務提携お待ちしてますっていうね、うんうん、はい、ところでまあ、はい、でもまあここがうまくね働いてくれれば山下ね、うん、そうです ね、 大きいね、光投手、うん、まあ、どのぐらい即戦力として1年目から活躍できるか、うん、あとやっぱ1位だから高津監督いつも最後のくじ引きだからね、余り物に服があるかどうかだけだから、そこら辺もね、うん、まあ、この隅田君外したのはね、うんうん、まあ、仕方ないかなっていうところはあるけど、で、ね、でこの山下光投手も競合したんですもんね、そう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 、広島とね、でも目標にする選手早川だって、へー、あ、そうか、まあ、同じ左だからっていうところもあって、そうそうそう、で同じ六大学だしね、うんうん、で高校も一緒だ、木更津総合だ、あ、本当だ、うん、あ、じゃあ一個上の先輩だったんですね、うんうん、どうなんこのヤクルト今年、去年通りの言い方やな、さっき俺が言ったよ、主人公も全部一緒なんですよ、ほとんど主人公、ヤクルトは毎年その日体大とか、うん、明治大学のラインでも全部一緒、うん、あの六大学の選手取ること多いですよね、やっぱり神宮だからじゃない、うん、多いですね、で、じゃあ開幕、中央開幕、あ、開幕ですか、開幕一軍、開幕一軍来る、来るのは丸山くんです、おお、明大の、はい、とにかく足がない、前橋育英時代に青木、塩見、サンタナを誰外すの、開幕一軍メン、スタメンじゃないです、スタメンじゃないです、バックアップメンバー、バックアップメンバー来る、来ます、山崎とかいるけど、よりも上、渡辺とかいるけど、いや、もう上です、上だ、おー、はい、競争に競り勝つと、この日本代表、うん、ジャパンにも選ばれると、うん、実績も十分なんで、うん、へー、前橋は本当に足もない、前橋じゃあもう開幕一軍で1ヶ月は二軍に落ちないね、お、お、楽しみだ、言い切るの、はい、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー、おー、楽しみだ ね、 ね、まあ、俺のこの中で言うとやっぱ一番早く出てきそうなのは、はい、柴田、あ、まあ、社会人を経験してのピッチャーだからね、はい、23歳、うん、山下は先発だからね、そこがどうなるかなっていうね、うん、でもやっぱり早川くんをこうね、あれしてるってことは、早川投手も楽天ではもう1年目からすぐローテーション入ったんで、うん、入るじゃあ山下、はい、山下、丸山ね、で俺は柴田、はい、一軍ね、はい、開幕、うん、楽しみですね、楽しみやな、誰がね、当たるかね、うん、そうそうそう、はい、ということでね、まあ、今回ヤクルト、まあ、でもヤクルトはね、今やっぱりそのチーム状態がいいんでね、うん、そういった面ではまあ余裕を持ってドラフトできたんじゃないのかなっていう思いはあるけども、うん、まあ、やっぱり昨年のドラフト見てると、やっぱ昨年のがやっぱちょっとね1位2位が頑張れないところを、うん、やっぱまた今年で補わなきゃいけないなっていうところも見え隠れするなっていうね、はい、そうですね、はい、まあ、高津監督もバランスよく指名できたってね、うん、そうそうそう、ね、ピッチャー3人、内野が1人、外野1人だからね、はい、まあ、そういったところではバランスがね良かったんじゃないのかなと、はい、思います、じゃあ来年どうなるでしょうね、どうなるのかね、なんか今年ってルーキーがやっぱすごいじゃないですか、うん、どのぐらいこっから出てくるのかっていうのは楽しみですね、そうだね、うん、自分の見る目が合ってるのか期待したいですね、はい、はい、ね。